はい、皆さんこんにちは、203です。今日は、ロードバイクを規制パーツのみでどこまで赤くできるかっていう企画でやっていきたいと思います。後ろに見えるのがトレックのエモンダ ALR ですね。こちらの赤いフレームを使ってですね、どこまで真っ赤にできるかということで、各パーツを紹介していきたいと思います。はい、これが真っ赤にしたエモンダ ALR ですね。各パーツをちょっとチェックしていきたいと思います。まずはハンドルからですね。ハンドルは、全部真っ赤っていうのがちょっとなかなかなくて、いろいろアマゾンとか、探したんですけども、中華のカーボンハンドルで、カラーバリエーションがあるのが見つかって、しかもなぜかエアロという、値段は4000円というかなりリーズナブルの値段だったんで、こちらを買いました。ちょっと黒い字は入ってるんですけども、本当に完全に下から見ると赤っていう感じで、塗装なんですけど、ツヤありツヤなしが選べました。で、ちょっとツヤなしっていうのを頼んでみたんですけども、意外と質感が良かったですね、思ったより。で、次がステムですね。こちらはアマゾンで購入したんですけども、TNI ですかね。これも、カラーバリエーションがあるで、真っ赤で、で塗装がこれはツヤありの塗装で、エモンダのこのこちらのフレームと同じような、全く同じような色と、ツヤですね。でこちら揃っててなかなかいいと思います。で、見ていただけると分かるんですけど、このビスというかボルトですね、こちらはもともとついてるものはシルバーのものがついてるんですけども、こちらはわざわざあの赤いボルト、 M5 のボルトですね、 M5 の 18mm のボルト10本セットっていうのが Amazon で売ってるんで、これのカラーバリエーションの赤のやつを買ってみました。ちょっと赤というよりはピンクっぽい感じなんですけど、アクセントとしてはいい感じだと思います。最初ここは赤くするつもりはなかったんですけど、いろいろパーツ揃えて組み立てていくと、こういう細かいところのシルバーとかがすごい気になってくるんですよね。でここも赤くしたいなっていうことで、揃えることにしました。はい、次はブラケットカバーですね。こちら5800の105用のブラケットカバーのレッドなんですけど、これがなかなか入手に苦労しました。世代が一つ前の世代のSDI のブラケットカバーということで、どこにも在庫がないんですよね。Amazon で結構出品っていうか出店はされてるんですけども、頼むと Amazon でも、Yahoo ショッピングとか楽天とかでも、一応出てるんですけども、実際に購入というか注文するとメーカー在庫がありませんでしたということで、メール返信してきてなかなか手に入らなかったんですけど、メルカリで新品を売ってる、業者さんだと思うんですけど、それがあって、それで在庫確認したらあるということで、そのまま直接買いました。メーカー在庫はもうないということで、流通品のみということで、でお店とかではもう注文が来たら発注するパターンになってるんで、結局メーカー在庫がないということで手に入らないパターンですね。だからもうすでに買っている人から買うっていうことしかできなかったですね。コラムキャップですね。コラムのポップキャップ。こちらはスパカズの赤のものを選んでいます。中心のボルトなんですけど、これはシルバーのものを、これもあえて、レッドのものを単品で Amazon で購入してます。で、コラムのスペーサーですね。これも別途 Amazon で購入してます。アルミのアルマイトのレッドのカラーですね。で次が、
ブレーキですね。ブレーキはテクトロの真っ赤のブレーキが、ヤフオクで売ってたんでこれを買いました。なかなか真っ赤のブレーキっていうのはなかったんですね。カラーバリエーションのあるブレーキだと結構軽量のものであるんですけど、そうすると3万4万円するんでちょっと手が出なかったんですけど、こちら、まあ、テクトロの安いブレーキだったんでヤフオクで手に入れることができました。でこれは実際のところはスピンのところの船、こちらが、黒のものだったんでそれも別途別で買ってます。これは、メルカリとかで4つセットで1000円ぐらいで売ってたんで買いました。でブレーキシュー自体は、まあ、これアルミニウム用じゃないんですけども、カンパニオロのカーボンホイール用のブレーキシューですね。こちらをとりあえず、まあ、撮影用ということでくっつけてます。実際走るときにはこれは、まあ、使えないかもしれないですね。というか今回のパーツは、まあ、本気で走る用のパーツではないんで、いくつかはちょっと妥協して、実際に本気で走るにはどうかなって強度のものも含まれてるんで、まあ、あくまでも企画用ということです。ここがすごいこだわったんですけど、ブレーキワイヤーですね。ブレーキワイヤー、あとシフトワイヤーもそうなんですけども、こっちですね、赤いシフトワイヤーですね。赤いシフトワイヤーと赤いブレーキワイヤー、これでもうワイヤーまで赤くするっていうのはすごいこだわりましたね。ここがやっぱシルバーだとちょっと見栄えが良くなかったんで、ここも後になってやっぱりワイヤーまで赤くしないといけないなということで、後でちょっとアマゾンで追加で購入しました。で、ワイヤーの先端のキャップですね、こちらもアルマイトのレッドのものを使ってます。でそのまま、ホイールの説明をしますと、フルクラムですね、レーシングゼロですね。フルクラムのレーシングゼロの、レッドバージョンですね。リムが赤いのは当然なんですけど、スポークも赤なんですけども、エアルということでちょっと幅があるんで赤がちょっと目立つような形になっています。さらにハブまで赤いんで、これ、自分がこう乗った時にすごい感じるんですけど、ハブとリムとスポークが全部赤いと乗ってる時にすごい赤が目に入ってくるんですよね。それがまあ、この企画の原点というか、最初このフレーム自体は、まあ、通勤用に買ったんですけども、後でこのレーシングゼロのレッドバージョンのフレームをたまたま手に入れた時に組んでみて乗ってこう見て、すごい真っ赤だなっていうのを感じて、あ、これで本当に全部パーツとかを赤くしたらどうなるんだろうっていう、まあちょっと好奇心が湧いてこの企画になりました。そこをコックピットから見た時の赤さですね。これがめちゃめちゃ赤いですね。で、さっきから見えてるこのタイヤですね。タイヤが、ですね、こちら、パナレーサーですね。パナレーサーの 23C のカラータイヤですね。こちらもまあホームトレーナー用のタイヤとかだと、まあ、全部赤っていうのもあるんですけど、一応まあ外走れる仕様に最初しようとしてたんで、まあちゃんと外走れるタイヤを買ってみました。さっきこだわりポイントとしてブレーキワイヤーを赤くしたってなんですけど、もちろんアウターケーブルとかも全部赤くしてます。でこれちょっと全部同じ感じの色だと面白くなかったんで、ブレーキアウターケーブル、こちらは普通のシマノの赤のものにして、シフトアウターケーブルですね、こちらは日線のものでちょっとメタリックな感じの透明っぽい感じの赤の、ケーブルにしてます。でこれ見ると分かるんですけども、ケーブルがカーボンハンドルの中に内装されているタイプになります。でこう切ってそのまま STI につながっているんですね。あ、次なんですけど、これバーテープですね。バーテープはリザードスキンの赤のものを使ってます。まあ、バーテープはいろんな色選べるんで特に問題はなかったです。ボトルケージは、まあ、トレックの、
トレックというかボントレガーですね、ボントレガーのものを選んでますけど、まあボトルケージはいろんな色揃ってるんで特に赤くするのは全然難しくなかったです。はい、次チェーンリングとクランクいってみましょうか。ちょっとここが当初からちょっと予定が違っててちょっと妥協したところでもあります。本当は完全にロード用っていうことでチェーンリングは、アブソリトブラックのレッドのものを、フロントシングのレッドのものを頼んでたんですけども、まあちょっとコロナの影響だと思うんですけど1ヶ月以上経ってもちょっと物が来なくってちょっと断念しました。本当は5月中にこれ撮影したかったんですけどチェーンリングが来なくて、で急遽もう6月になっちゃうんで替えのパーツをっていうことで Amazon でいろいろ調べたところ、まあこれ多分 MTB 用だと思うんですけど、24mm の、まあ、シマノの、BB に入るサイズのものがあったんでとりあえずこれを買いました。でついでに、クランクも合うもの BCD104 ですねのものを、まあ、これも色が選べたんで赤を選びました。当初の予定だと、チェーンリングだけ赤で、クランク自体はシマノのものを使おうと思ってたんですけども、まあ逆にこれ妥協したことによってクランクまで赤くすることができました。でチェーンなんですね、チェーンがこれすごい迷ったんですけどこれすごくいいやつ使ってます。KMC ですね、 KMC の DLC11 ってやつですね。DLC ってダイヤモンドライクコーティングっていうすごい高いやつですね。こちらがまあただの企画でここまでいいチェーンを買うのがすごい悩んだんですけど、まあ結局他のバイクで使えばいいかなっていうことで、買うことにしました。ただフロントシングルの実際の長さに、合わせて切っちゃうと短くなっちゃうんで他で使えなくなるんで、これはフロントダブルで使える長さでカットしてとりあえずはめてる状態なんで、ちょっと実際に使うには、チェーンが長くなっちゃってますね。はい、なんで、まあ、これは規格用という形になってます。で、真っ赤のチェーンっていうのが8足とかだとあるんですよね。8足とかだとあるんですけど11足用で真っ赤のチェーンっていうのはちょっとなくて、まあ、黒と赤の、ミックスみたいな形のでこれがありました。でこちらがペダルですね。ペダルはこれはちょっとメルカリとかで買ったんでちょっと詳細はよくわかんないんですけども、まあ多分 MTB 用ですね。で結構軽量でこれまあちょっと普段使いにも良さそうなんで、まあ実際に使えるかなということで買いました。シートポストのクランプですね、シートクランプっていうんですかね。こちらは、まあ、これもカラーバリエーションは結構あると思うんでレッドはそんなに難しくないんで普通に買いました。でここも、ボルトですね、ボルトがシルバーなんでこれも赤いものを先ほどと同じで、ステムのとこと同じサイズのものを入れてます。で、シートポストですね、シートポストはこれは6っていうところですかね、これも、メルカリで売ってたんで買いました。でここのボルトは本当は赤くしたんですけどちょっと長さが合うのがちょっとなかなか探せなかったんでここだけシルバーになってるのがちょっと残念ですね。でサドルはここも本当の全部赤にしたかったんですけどちょっとそこまで買う予算とかがなかったんで、手持ちのもので S ワークスのローミエブですね、こちらのレッドのものを揃えてます。で後ろ周りのブレーキはさっき説明と一緒でテクトロですね、テクトロの赤のものでブレーキシューの船を、別途赤いものを買ってまして、でブレーキシュー自体はカンパニョーロの、カーボンホイール用のブレーキシューですね。でこちらもアウターケーブルも赤にして、ブレーキワイヤーも赤で、先端の、なんですかキャップも赤にしてます。でスプロ系ですね、スプロ系のカラーっていうのは、まあ、金とかはあるんですけどスプロ系の赤っていうのは全くないですね。特に11足なんてまあちょっとないですね。であとはリアディレイラーなんですけどリアディレイラーもまあちょっとカラーバリエーションないんで、プーリーですね、プーリーを赤くしました。こちらですね、プーリーも赤くして、でものすごくお金かければビッグプーリーでこのプーリーケージも赤っていうのはできることはできるんですけど、まあ3万とか4万とか
そんな値段になっちゃうんで、まあ今回はプリーだけにしました。バルブキャップ赤で揃えています。このレーゼロの赤のスポークがきしめんタイプというかエアロですごい平べったい色が、赤が余計目立っていいです。クイックリリースなんですけど、ディズナーのチタンのやつで、取っ手のところがカーボンになってるもののカラーバリエーションのものですね。これ結構軽量で他のカラーも使ってますね。これはまた紹介できる時があったら紹介したいと思います。じゃあ最後にちょっと重さを測ってみたいと思います。7.1キロですね。7.11キロ。まあ規格もののちょっと適当な組み合わせのパーツで組んだ割にはペダル込み 7.1 キロなんで結構軽いと思います。結構優秀なんじゃないでしょうか。Thank you.